こんにちは、大滝かけるです。プレイヤーをスタジオにお招きしてトークするコーナー、バンスタプレイヤーのお時間です。今日ご登場のプレイヤー、まずはプロフィールご紹介いたします。岩手県盛岡市出身です。1989年4月4日生まれの30歳。2012年1月8日帯広競馬場ワンダーボーイでジョッキーデビュー。翌月2月13日正宗ワールドで初勝利。昨日現在で通算148勝を挙げていらっしゃいます。この方です。立澤直樹騎手です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、お忙しい中、登場ということで本当にありがとうございます。そんな立澤ジョッキーですね、はい、熱いメッセージ届いておりますので、はい、ファンの方からね、早速ご紹介させていただきます、はい。まずはペンネーム菊池真一さん、帯広の方いつもありがとうございます。立澤騎手といえばグラサン、グラサンといえば立澤直久というイメージがあります。正確にはゴーグルなんでしょうが、砂塵に弱いのでしょうか。目を大事にしてこれからも頑張ってくださいといただいていますけど、これはどうですか。なんか目に対して目が弱いですよね。なんかレシックやって。あ、そうですか。はい、それから。あ、レシックやってからなんですか。うん、結構ひどいんですよね。うん、やっぱレース中の砂塵、今日雨が降ったので大丈夫かと思うんですけど、はい、舞い上がるときはかなり辛い。そうですね、砂入ったら真っ赤になって見えないんで、はい。じゃあそれを、まあ、それの対策で、まあ、ゴーグルというか、はい。そんな菊池真一さんからの質問なんですけど、菊池真一さんから写真も実はいただいてまして、はい。今年の5月13日の丸井新山とのパドック写真をお送りします。若手では大変でしょうが、これからもどうぞ頑張ってください、応援しております。メッセージ付きでいただきました。写真ちょっとご覧いただきましょう。あら、綺麗。本当にね、皆さん上手、写真。そうですよね。これグラ、今ね、グラさんっていうかゴーグル、はい、まあ、これちょうど帽子のところに引っかかってるのはその、ゴーグルですかね。ですね、はい。あの、どうですか、これ1枚だけということではなく何枚もあったんですか。いや、1枚だけです。あ、1枚だけでなんとかゴールまで持つものですか。まあ、僕らは。僕らは大丈夫です、はいはい。なるほど。このゴーグルをつけて、はい。まあ、この後も競技場するでしょうかね。今日は雨なんで、はい、あ、やっぱ天気見ながらつけるつけないは。そうですね、するんですね。はい、分かりました。菊池さん、いつもありがとうございました。続いてはですね、初メールでございます。ありがとうございます。釧路のペンネームバンバ大好き侍さんからです。いつもバンスタ楽しく拝見しています。立澤騎手のご出演とのことで初めてメッセージを送らせていただきます。私の中でとても印象に残っているのは、去年引退したスターダストのラストレースです。スタート前とレース後に何度もお尻のあたりをなでなでポンポンとしている姿です。惜しくも4着という結果でしたが、見ることができて良かったと思えるレースでした。本日は大雨の中、そしてこれから帯広はとても暑い季節になりますが、怪我や体調にはお気をつけてレース頑張ってくださいとメッセージをいただきました。ありがとうございました。あの、どうですか、はい、スターダストの思い出。スターダスト、そうですね、気がすごいもんで、少しでも落ち着かせようと。あ、それでなでなでポンポンしていく。はい、ですね、はい。それでどうですか、効果はあるものだったんですか、スターダストは。少しは、はい、多少は違ったということで、はいはい。ね、あのレースの、まあ、騎乗している最中だけではなくて、レース前レース後、そういったところも、まあ、騎手のお仕事ということでしょうかね。そうですね、はい、はい。あの、今スターダストはどうしているか。今引退して、はい、繁殖で、はい、ちょうど子供が生まれたって聞いたので、はい、スターダストの子供が、今年だからあと2年後、3年後、あ、2年後か、はい、登場するかもしれないということでね、はいはい、ぜひバンバ大好き侍さん登場をお待ちいただきたいと思います。はい、初のメッセージね、ありがとうございました。さあ、今年もですね、メッセージをいただいた方の中から番組グッズをプレゼントいたしていますけども、今日はね、あの、初めてメッセージいただきました釧路の、バンバ大好き侍さんに事前に立澤騎手から、サインをいただきました。こちら、タオルをね、プレゼントいたしますので、到着までお待ちください。はい、この度はメッセージありがとうございました。さあ、続いて馬の話に行きたいと思いますけども、
はい、先日ね、豪快レディということで、はい、勝利しましたけども、ちょっとここはね、映像を見ながら、豪快レディのお話を、していきたいと思います。映像、どうぞご覧ください。まだね、豪快レディ来るとこではないんですけど、あ、今、降りてきましたね、7番の馬。この時のことは、辰田騎手覚えてますか？はい。障害をうまく上げようと思って、はい、乗せてもらったら、いい足使ってくれて、はい、はい、すごいこの足ですね、はい、これからも楽しみだと思うんですけど、はい、この馬どんな特徴ありますか？まあ、一度乗っただけではありますけど、そうですね、まあ、真面目なんですけど、ちょっと弱いところもあるので、はい、うまく障害が上がれば今回みたいに歩けるので、うん、はい、引き続きこの後も注目ということでね、はい、豪快レディのお話いただきました。続いては明日の最終11レース辰田騎手騎乗予定の北勝サスケ、はい、こちらも VTR ありますのでご覧いただきましょう。VTR は1月の20日の第7レース、はい、辰田騎手が乗って2着だった時の映像なんですけどもね、はい、明日11レース騎乗ですけども、まず今どうですかね、北勝サスケ。北勝サスケは、はい、それこそ降りたらすごい足があるんですけど、うんうん、障害がちょっと上がるか上がらないかが、はい、ちょっと難しいところなので、うん、早間に上がってくれれば、はい、なんとかというところね、はい、まあ、そこは、まあ、明日も今後も、まあ、まあ課題というかね、ポイントになるところでしょうね、はい、はい、今ねもうちょっとしたら北勝サスケが映ると思うんですけども、ああ来ました来ました、この足ですからね、そうですね、なかなか2着も厳しいかなっていうところでゴール前でここまで上がる足ですからね、はい、この足が、はい、まあまあ2着とは言えずね、明日はねもちろん勝利を目指してということなんですけども、はい、この足が、明日見られるかどうかというところでね、ご注目をいただきたいと思います。続いては今日騎乗の馬のちょっと話をね、はい、していきたいと思います。まずは第7競争、B42 組の一戦、インターセットに、辰田騎手騎乗します、はい、写真も見ながらねちょっとお話をしていきたいと思いますけども、今日は4走ぶりの、騎乗ですけど ね、 いかがですか？まあ、障害がいい馬なんで、うん、はい、おうおうおう、早めに抜けているよ、うん、やっぱり障害が苦手な馬では障害が上手な馬の方が乗りやすいですか？そうですね、うん、はい、ただそれを勝利に、ね、導くためにはまたいろいろ工夫があるんでしょうけども、はい、はい、今日はインターセプト、第7競争ですね、8番辰田騎手騎乗でございます。ご注目ください。その後の8レース北野龍騎にも、騎乗ということでね、はい、北野龍騎も写真ございますのでご覧いただきましょう。こちらはここ3走ずっと、乗って、そうですね、もね、いかがですか？まあ、ちょっとマイペースな、うん、とこもあるんですけど、あ、はい、そうですか。どうですか北野龍騎は、まあ、レースの時もそうなのかもしれませんけど、はい、普段の例えば調教乗ってたりとかしてる時も、はい、調教も一応毎日つけさせてもらってるんですけど、はい、まあ、調教は結構強いっていうか、あ、その運動に対しては、はい、あ、調教はしっかりなんだけど、うん、レースに行くとマイペースというか、まあ、普段からマイペースですね、はい、やっぱりでもレースに行くと普段の時と歩きだとか仕草とかって変わる馬もいるんですか？あ、いますね、はい、この馬も北の勇気持ちはそういう馬？そんなに、まあ、大きさはそこまでない。そうですね、はい、状態面いかがですかね北の勇気、まあ、変わらずというか、うん、はい、まあ、変わらず順調ということでね、はい、はい、北の勇気ご注目いただきたいと思います。今日の8レースでございます、はい、最後は今日の9レースですね、祭り田キングに騎乗ということで、こちらも写真ございます、ご覧いただきましょう、はい、こちらはいかがでしょうかね。今日は1番から出走、前回3着でしたけどね、B23 組に、はい、うん、まあ、祭り田キングも障害いい馬なんて、はい、そうですね、うん、うまく前の子にできてる、はい、ぜひ期待して、お客様も、ご注目をいただきたいと思います。9レースの1番祭り田キングの辰田騎手騎乗です。はい、ということで馬の話をねザザザといただきましたけども、はい、
まあ、今日も明日も騎乗ということでね、この後ご注目をいただきたいと思います。さあというところでお時間でございますので、バンスタープレイヤー次回登場の騎手、はい、抽選で選びたいと思います。ここから一つ紙のお時間でございます。はい、はい、お願いします。はい、取れた、あ、作れちゃった。はい、はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。さあ、何ですかね。はい、この方です。阿部武富騎手です。次回は阿部武富騎手が、登場ということでございます。次回もご注目いただきたいと思います。今竹さんってここでね言っていただきましたけどもね、別に深い意味はないですけど、こうやったら面白いかなと思ってそうどんなや、あの毎回毎回ジョッキーの方に引いてもらってどういう反応してくれるかちょっと楽しみなところなんですけど、ね、そうだったんですか。ただそれだけでございますけど、はい、特にどうですか、阿部武富騎手となんか交流まではあるのかな。まあ旧車の馬結構乗るんで竹さんが、あ、はい、竹さん騎手から阿部武富騎手はどんなジョッキーですか。うん、そんな緊張、言える範囲絶対って言われてもそうじゃないんですけども、はい、特に緊張はないです急に言われてもあ、なかなかパンパンと出ないですね、はい、ごめんなさい、はい、ごめんなさい、はい、ではですね、本当にこの時間になってましたんで、はい、最後は立沢騎手からですね、万英ファンの皆さんにメッセージということで、はい、カメラに向かってお願いいたします。はい、はい、今日もイベントやってると思いますし、これからもイベントとかもあると思うので、はい、ぜひ競馬場にも来てください。はい、本日のバンスタープレイヤー立沢直樹騎手にお越しいただきました。ありがとうございました。お願いします。